こんにちは、パタヤチャンネルです。今回は2023年9月分の生活費シリーズになります。今月は検証も兼ねたガチチャレンジやろうと思います。頑張ればパタヤで1ヶ月5000バーツ以下で暮らせるのかという検証も一緒にしていきます。実はこの生活費シリーズ、メインチャンネル、サブチャンネル合わせて3年以上続けてるんですけれども、過去1万バーツ以下で過ごせた月というのはいくつかあります。2020年7月が9253バーツ、2020年11月が8946バーツ、そして一番安かったのが2021年5月の5134バーツになります。ただこれらの月はコロナの真っ只中になりますので、レストランやバーが空いてなかったりだとか、夜間外出禁止とかいうのもありましたので、あまり参考にならないんじゃないかなと思いまして、現在はほぼ 100% を通常に戻ってますので、ガチで1ヶ月節約生活をしてみようと思います。ということで、まず前半の9月1日から9月15日までの生活費をご紹介したいと思います。ちなみに現在収録しているのは9月16日のお昼になります。では早速いきたいと思います。まず家賃は0になります。コンドミニアム購入済みのため0になるんですが、諸経費の詳細は以前ご紹介した年間生活費の動画をご覧いただければと思います。 URL を動画説明欄に貼っておきます。続いて水道光熱費なんですが、水道が79バーツ、電気代が341バーツになります。こちら7月分の請求になるんですけれども、通常よりもだいぶ安かったです。ハワイやバンコクなどに旅行に行ってた期間が長かったというので安くなったんじゃないかなと思います。そして食費の方はマクロに1回行って677バーツ、市場に2回706バーツ、卵屋1回150バーツで、トラックというのはトラックでマンゴスチンを5キロ100バーツで販売してましたので、それを買いました。続きまして外食409バーツで、こちらは全て撮影のために行った外食になります。そして飲み代が0ということなんですけれども、一度も飲みに出なかったというわけではなくて、3回ぐらい飲みに出たんですけれども、在住の方や視聴者さんに出していただいてしまいましたので、出費的には0となりました。それ以外の細かい金額なんですが、サッカーに3回参加しまして230バーツ、水の自販機が20バーツ、ガソリンが1回だけ入れまして150バーツという出費になってます。そしてなぜか使途不明金が177バーツ。2週間だけですし、完璧だと思ったんですけれども、なぜ合わないのかはちょっと不明です。理由としては、お釣りをポケットやカバンに入れたままだったりだとか、酔っ払った時に5バーツのトイレ代等を書き忘れてるといったことなんじゃないかなと思います。ということで、1日から15日までの合計金額は3039バーツでした。残り半月で使える金額は1961バーツになります。前半の集計に光熱費を含めてますので、順調ではあるんじゃないかなと思います。今現在収録している段階では、この後後半がどうなるかは全くわからないんですけれども、1回飲みに行くと1000バーツ超えてしまったりとかいうのは普通にありますので、酔っ払って散財しないように気をつけていこうと思います。ということで、ここからは10月1日に日付が変わってから収録してます。後半部分、9月16日から30日までの出費を合わせた1ヶ月の生活費を公開していきます。まず前半部分も合わせた食費は、マクロ1回677バーツ、ロータス2回629、市場が4回行きまして987、卵屋さん2回で285、トラックで売ってるマンゴスチンを買いまして100バーツで、前半の合計が1583だったんですが、後半は1095とだいぶ減りました。外食は3回で469バーツ、前半が409バーツでしたので、後半は屋台で1回食事を取っただけになります。ただ何度かおごっていただいたので、実際の外食はこれ以外に何度かしてます。今月は家飲みを中心に飲みましたので、ストックで何とかなりましたので、実際の飲み代は265で済みました。
それ以外にいろいろとあるんですけれども、お酒の購入はライブの時にコンビニでビールを買った金額になります。そしてサッカー5回が415バーツなんですけれども、ミャンマー人サッカーに週に1回から2回参加してるんですけれども、その時は勝ったチームはお金を払わなくてもいいという形でやってますので、2回ぐらいは払わなくて済みました。そして水の自販機が20バーツ、床屋さんが120バーツで、交通費、ガソリンは通常4回ぐらい入れるんですけれども、節約月間ということであんまり出歩かなかったというのもありまして、2回290バーツで収まりました。そして使途不明金なんですけれども、前半部分で計算間違いをしているところがあったみたいで、計算し直したらほぼぴったりでした。この4バーツの誤差というのは、1バーツ以下のサタンでお釣りをもらった時に切り捨てしてましたので、その分の差額だと思います。ということでおさらいしますと、水道光熱費が420バーツ、食費が2678、外食469、飲み代265、酒代99、交通費が290、その他が555で、使途不明金はほぼぴったりの4バーツとなりました。ということで9月は1ヶ月5000バーツで生活できたのかということなんですけれども、合計金額は4776バーツでした。ということで、なんとか5000バーツ以下で1ヶ月生活することができました。日本円で19525円ということで、2万円も切りました。正直かなりきつかったです。特に最後の1週間は残金400バーツくらいで何もできませんでした。ただ生活だけしようと思えば可能なんですが、行きたい誘いも断ったりしてたので、正直5000バーツでは1ヶ月の生活は楽しめないです。さらに YouTube の撮影もお金を気にしすぎてうまく進められませんでした。ただ結果としては一切不正はしてないので、我ながら頑張った1ヶ月だと思います。よく直接会った方に質問されるんですが、実際にお金が動いてもこの生活に入れない場合もあります。どういったものかと言いますと、僕が実際に住んでない不動産の方で発生した経費だとか、投資関係の費用、海外送金とか手数料とか、株を購入した金額等になります。それ以外に生活に関係ない仕事中の経費、 YouTube 等で発生した金額はここに入れてないです。あと税理士の費用だとか税金等も、普通に生活している分にはかからない費用になりますので、この金額には一切入ってないです。今回はいつもと違う感じで遊び半分でチャレンジ企画したんですが、僕的にもいろいろ勉強になりましたので、やってよかったなと思います。以上、今回は9月の生活費と1ヶ月5000バーツ生活チャレンジをお届けさせていただきました。9月は節約生活をしましたので、10月の毎週火曜日は食欲の秋にちなんで、パタヤチャンネルでは珍しい贅沢シリーズをお届けします。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。